パン調理パンコロッケパンコロッケヘパンとカレーパンコロッケパンとはパンの間にコロッケを挟んだ調理パンのこと。使用されるパンは食パン、バンズ、コッペパンなど各種ある。中身も各種あるが一般的にはウスターソースをつけたポテトコロッケを使用し添え物にキャベツの千切りが入っていることが多い。ウスターソースに加えてマヨネーズも使用されることがある。 コロッケパンを考案した店、製パン業者がいずれであるのか、確認できるような文献、記録は発見されていない。東銀座の生肉店、調子屋創業は、肉屋としてコロッケを初めて売りに出したとされるが、コロッケの販売と同時にコロッケパンも販売している。調子屋のコロッケパンは、コッペパンのものと食パン2枚でコロッケを挟んだものとがある。 日本の静岡県三島市は、ジャガイモの三島ジャガイモが特産品である。2007年に市民は農作物関係者で結成された三島コロッケの会の活動によって、三島コロッケは有名になった。三島市内の製パン会社グルッペ、石綿食品は、その三島コロッケを用いて三島コロッケパンを製作。三島コロッケパンは、 第3回日本全国ご当地パン祭りで1位を獲得し人気商品となっている。ブローチェクロケットの例マッククロケットブローチェクロケットはオランダ料理の一種でクロケットをパンに挟んだサンドイッチ。オランダ、ベルギー、キュラソー島のマクドナルドではマッククロケットとしてクロケットとディジョンマスタードソースとのバーガーを販売している。 オランダではマクドナルドが出店した時からすでにマッククロケットが提供されており、一時期メニューから消えていたが、1999年に再導入され以降は販売が続いている。ありがとうございます。